しみつと平野健介の割と本気です。この番組は脚本家渚しぶちとナレーター平野健介がものづくり表現について割と本気に語り合う番組です。はいどうも、はい、どうも割り本でございます。割り本でございます、はい、順風男女の平野健介です。はい渚しぶちでございます。よろしくお願いします。新年2回目ということで、はい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 、行きましょう、うん、はい、あのですね、うん、この間私映画染めをしてきましてですね、はいはいはい、今すごく話題なんですけど、ですね、偶然と想像というですね映画をちょっと見てきまして。話題なの？話題です。結構あのフィルマークスってご存知ですか、そのアプリなんですけど、うん、はいはいはい、映画のトレンドとかを、うんうん、あの最新の映画じゃなくて、うん、リバイバルとかもやってる、はい、今例えばダンサーインザダークまたリバイバルやってるんですけど、はい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 、だダンサーインザダークがまたやってるよっていう情報もあの最新トレンドに上がってくるって、結構今見たら面白い映画が上がってるアプリがあるんですけど、でそれで、かなり評価高くて見たんですけど、まあめちゃくちゃ面白くてですね、邦画です。めちゃくちゃ面白かったんですけど、あのオムニバス公演、オムニバス映画なんです、うんうん、40分の短編が3本なんですけど、うんうん、まあでもうねずっと濃密な2人の会話劇だけなんですよ、まあ、それもまたこれはいいなと思ったんですけど、うんうんうん、一番グッときたのが、なんか劇中劇みたいなことが起こるんですよ、3つとも、うんうん、なんか誰かが何かの自分じゃない役割を演じて喋るとか、そのキャラクターが誰かを演じてるセリフがあるんですけど、うんうん、そのキャラクター自身が喋ってるのか、それとも演じさせられてるキャラクターで喋ってるのかが分かんなくなっていくっていうのが構造、うん、3つとも共通してる構造で、それがお客さんがねすごく引き込まれて、今どっちのこの感情でこれを言ってるんだっていう、そのなんかねるつぼ状態みたいになっていくのが、すごい気持ちいいんですよ、ね、それは別に特に正解はないの、そのどっちとも取れるしみたいな、ね、そう今これ今何の話って、誰が今何の話をして、はいはい、これはどっちの気持ちで言ってるのっていうのが全然わかんなくなるシーンとかがあって、それ見てうわーすげえでも結構あれかもね、はいはい、会話の本質的なところかもしれないよね、なんかそういうもんじゃない会話ってな、うんうんうん、まあ、もちろん劇中劇じゃないけど、うんうんうん、そういえば誰々さんが言ってたんだけどさって言って人の意見をさ、うんうん、言ってる間にさだんだん自分がちょっと熱を帯びてきちゃってみたいなことってよくあるから、確かに、うん、なんかあれ他人の意見だったはずなのになみたいな、で何だったら途中からその誰々さんが言ってなかったことを織り交ぜ始めたりするんだよ、自分でね、分かりますとかって、なんかその構造な気がするわな、なんかねそれがねめちゃくちゃ見事で、そのでだってもっと言ったらそれを演じてるわけだもんね、はい、そう、ね、役者さんがね、そう、いやぜひ見てほしいです、そうなんだ、想像っていうね、最近のやつなんだ、最近の映画でございます、やってる、いや本当ね今年も映画たくさん見ようかなと思ってるんですけどね、結構なんだかんだ見てるよね、うん、平野くんもね、映画もだしお芝居もだし、結構インプット時間は結構多かった、うん、まあそっか、でも特に今までは公演が、まあ、アウトプットがそんななかった分っていうのはあるから、そうなんですよね、だから今年結構そのアウトプット頑張ってやっていこうかなっていうのは、そうだ、ね、まあ、思ってるところなんですけどね、はいはい、俺は、うん、コンフィデンスマン JP が楽しみ、あ、はいはいはい、まだやってない、まだ14日、ね、はいはいはい、うん、もう俺ミーハーだからさ、いや俺はそういうのしか楽しみ、いや、そういう俺なんてもういやテレビ大好きっ子ですもんね、テレビドラマ大好き、はいはいはい、いやいや、あのね、はい、俺もちょっと一個は、はい、ちょっと言っとかなきゃ、おう、ごめんなさい言っとかなきゃっていうのがあって、おう、ごめんなさい、ごめんなさい、あーすいません、うん、あの、はい、年末の、はい、確か後ろから2つ目ぐらい、あのマニちゃん来てくれて、はいはいはい、今年を、うん、まあ、だから去年を振り返りましょうみたいな話してた時だったと思うんだけど、はいはいはい、なんか今年一番食べて美味しかったもんなんすかみたいなことを平野くんが確か聞いてくれて、なんか旅行先でみたいな、そうそうそう、旅行どこ行ったで、あの飛騨高山行って飛騨、はいはい、牛美味しかったよとか、はいはいはい、漬物ステーキ、そうそう、漬物ステーキ、食べ物のことはすげー覚えてるんですね、あ、まだ酔ってなかったそう、今まだ大丈夫です、はい、そう、そんな話をしたのよ、はいはいはい、
ところがね、あのだからあれ収録が12月末中旬ぐらいだったのかな、12月のね土下旬に、土下旬、うん、一気に全てをひっくり返す、美味しいものトップ食べちゃったの俺、巻いてきただから、はい、ごめん飛騨牛どうのこうのとか、はい、漬物ステーキどうのこうのとか嘘です、はい、去年一番去年食べた一番美味しいものでそれ言ったの嘘ですどこに誰が訴えるのか分かんないですけど、じゃあ嘘だということで、いやね、はい、もうぶったまげた、こんな美味しいんだっていう、よくさ、うん、なんだ、あの年取ってくると、はい、肉より魚が美味しくなるよね、うん、みたいなことをよく言うじゃない、うん、平野くんはちなみに今どう、はい、まだお肉の方が好き、あお肉の方が好きって言いたい、まだ、うん、そうっていう感じで、俺だってもちろん別にね、はい、まだ言ってもその肉はもうちょっと無理無理ってことはないのよ、うんうん、お肉だって好きだし、はい、まあ、実際飛騨牛もめちゃめちゃ美味しかったし、うん、はい、九州行ったら俺佐賀牛っていうのがすごい好きだから、はい、佐賀牛も好きだし、うん、とかお肉、あとなんなら豚肉とかすごい好きだから、うん、鶏肉も好きだし、うんうん、なんだけど、でお魚美味しいなは確かに年を取ってくれば来るほど思ってたの、うんうん、けどね、はい、ついに決定しましたお肉より魚が好きです僕、あらそうなっちゃった、あのね、ナギを変えた、俺を変えたね、はい、築地にあるね、あるね、まあちょっとお高いお店なんだけど、その学生時代の友達とちょっと忘年会に、あら、あのちょっとね忘年会だし、はい、久しぶりに飲むし、うん、ちょっとじゃあいいとこ行こうかっつって、はい、行ったお店があったの、はい、そこはコンセプトは、はい、焼肉のような焼き魚っていうコンセプトのお店なのね、はあ、つまり普通にあの網で、はい、あのね、普通焼肉だったらそのカルビとかハラミとか出てきて、この網の上で焼いて食べるっていうのがあるじゃん、ああいう形で魚が出てくる、何それ、でしかも、はい、店員さんが一個一個、一種類ずつ焼いてくれて最高の焼き加減でこっちのお皿に持ってくれ、しかも一つ一つこれは、ニンニク醤油で食べてくださいとか、これはおろしで食べてくださいとか、全部言ってくれて、焼肉屋だとしてもすごくいい、そうなのだからその通りに食べるんだけど、はいはい、これがまあうまい、全部うまい、そうで、なんなら肉じゃんっていう感じなの、いやいや肉じゃんになっちゃってる、はい、いやもちろんだからね、はい、別に肉がそもそも肉が上であるって話じゃないけど、例えばだから中トロとかなのよ、中トロとかを焼くの、はい、まあだから脂身だよね、はい、だからを本当表面だけふわっと焼いてみたいな状態で、ニンニク醤油みたいなので食べたりだとか、あとさ、はい、よくさ、うん、穴子とかうなぎとかって白焼きってあるじゃん、あ、はい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 、あれがついてない状態、ね、そう、はい、塩で焼く、はいはいはい、あれそもそも俺好きなんで白焼き大好きなんだけど、うん、美味しいですよね、うん、穴子のつまり白焼き前の状態でお皿に乗ってやってくるの、あ、つまり生でこうひっぺかされて開かれてる状態が出てきて、うんうん、それを目の前で焼いて、つまり白焼きにしてくれるのよ、うわ最高、うん、これもだから絶妙な焼き加減でくれて、これがねもう今まで食べてたのなんてもうな白焼きじゃなかったなと思って、もう全然違うものとして美味しかった、うん、そういうような感じでいろんな魚、タイとか、あとまあ貝類もあったかな、はい、あとフグとかも、フグってフグも、はい、俺ね全然、はい、俺さフグって、はい、まあ有名なのは、まあ、フグ刺しとか、てっちり、てっちりって有名じゃん、で、はいはい、両方ともそれは食べたことあったんだけど、うん、まあ正直そんなね高級なお店とかには行けたことないからかもしれないけど、俺フグって別に全然、うん、ピンとこないなんかそうかって感じだったの、うんうんうん、そんなみんな食べたいかってぐらいなもんだったの、うんうん、けどね、
ついに来た焼きフグ、うめえ。焼きフグ逆に食ったことないです、ね、ないでしょ、うん、焼きフグって。でもね、なんかどうやらそのお店の人に聞いたら、はい、関西だと割と当たり前なんだって。あのてっちりとかあのてっさももちろんあの関西の人も食べるけど、はいはいはい、結構それと同じぐらい焼きフグって関西だとあるらしいんだけど、なんかね関東ってあんまりその文化がないらしくて、聞いたことないですね。そう、うん、だから俺も初めて食べたけど、はい、めちゃめちゃうまかった。あ、フグって美味しいんだと思って。まあ、そう、すごいですね、うん、すごいコンセプトですね。そう、はい、なんか元々ね、母体はお寿司屋さんなの。でお寿司屋さんで、だから、まあ、まあ築地だしね、はいはいはい、それはやっぱいいお魚入ってくるのはもう大前提として、それをあえてそういう焼く、はい、網で焼いて、まあ、ベストの状態でお出しするっていうコンセプトでやってるお店 で、これにまたね日本酒が合う。それもだからあえて、うん、一応ねもちろんメニューにも載ってるけど、うん、もうメニューとかじゃなくて、はい、今あの例えば鯛をこれからいただくんですけど、なんかこれに合ったのありますかって言ったら、 ありますよっつって向こうが出してくれるみたいなシステムで日本酒を出してくれて、もうねずっと美味しかった。なんと。ただやっぱ人気店で2時間って最初から決まってんの、もう座ってから2時間っていうことが決まってて、だからもうこの2時間を最大限楽しまなきゃって思うし、だからでもやっぱもちろんね一品まあまあ高いから、あとじゃあこれあとこれって頼むんだけど、なんかね今思うと あんなねガツガあのなんていうの焦った食べ方するべきじゃなかったね。本当にゆったり、もう向こうが出してくれるペースで楽しむっていうのが一番良かったなと思って、後半だから何品かその頼んだけど、でもちろん美味しかったけど、やっぱしね向こうが言ってくれた順番で食べてた方が良かった。その後にあのねすごいの、それこそだから中トロ大トロみたいなものから来るので、どんどんあっさりさせていくんだよね。逆じゃないですか。そうでしょ、イメージと逆じゃん。焼肉と逆と寿司とかと、はいはいはい、でもね、はい、それで良かったの。だからそれで終えときゃ良かったのに、もっと食べたいって思うからもう一回トロみたいな言っちゃって、でそれももちろん美味しいけど、でもあちょっとその順番じゃなかったなっていうのはちょっと反省で、そうなんだ。そうで最後にあのアサリのお吸い物みたいなのを出してくれて、これでもう完全に浄化です、はい、もうシラフシラフに戻ってるっていう最高の一夜があったのね、いいな。もうそれが俺もう完全に今まで、はい、まあ、大間で食べたマグロのお寿司も美味しかった、佐賀牛も美味しかった、はい、あと俺 長くもうずっと、はい、香川で食べた讃岐うどんが結局なんだかんだ言って一番美味しかったって言い続けてきましたけど、超えました。結局東京の築地で食べたその焼き魚がうまかったです。これでしかもちょっとこれをなんだろうひっくり返すことこの先あるかな、ちょっと分かんないの。あのねこの衝撃度数はちょっとね、うん、これを超えるとしたら俺死んじゃうんじゃないかなと思ってあれまあちょっとでも焼き魚って、うんうん、あれ要は若干そのエンターテインメント性もありますよね。まあそう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 、もちろんもちろん、それがまたいいとこですよね、うん、だから讃岐うどんとかもだってこうガガンって出されてる。そうあの日常のね、うんうん、なんならちょっとジャンクフード的な香川の人からしたら、うんうんうん、それもまあいいですけど、うん、だからさらにそこにそのだって俺も目の前で白焼きなんか焼かれたらそれだけでビール飲むだからそうねもう見ながらねそうそうそう見ながら一杯いけちゃういや、あれはマジやばかった、マジでうまかった。いやそれは我々みたいな、うん、あの平民でもいけるお値段ですか。なぎさんは10年ぐらい貯金したんですか。それ俺はそうだね、はい、ちょっと心身を潰したね庭をちょっと売って2畳えらい2畳売ってあんた偉いよ2畳って要はコースだったってことですよね。あのねいやいやコースじゃなくって、
だから頼み方としてあるの、はいはいはい、そのお任せ6種盛りみたいなのがあるわけ。それの順番が良かった。そうそうそう、それだけにしときゃ良かったのに、あと追加でも頼んじゃったわけ。なるほど。そうそう。おいくらだったんですか。いやでもマジで、はいはい、これでも、酒とかも飲んで全部で、はいはいはい、その3人で行ったんだけど、はい、1人1万円ぐらい。え、だから言っても全然体感高くなかった。本当だ、うん、その普通の飲み会1回2時間でって考えたら高いけど、ただ食べたものからしたらむしろ安かったぐらい。なんかね、どうやらランチもやってるお店らしいんだけど、ランチの海鮮丼とかが3000円とか取るようなお店なのよ。って考えたら1万円安くない？ランチ3000円、うん、のお店の夜1万円安いよね。めちゃくちゃ安いですね。そうなのよ。はははだから逆にあの2時間にしてくれてよかったと思って確かにもっといちゃったらね、大変なことになると思う。いちゃういちゃうみたいな感じです、ね、ああそうなんだ。いやだからまだまだ知らない美味しいものあるなと。いやちなみになんていうお店なんですか。教えない。いやそこ教えてくれ。絶対に教えない。お願いしますよ。だって混んじゃう。いやー、それは後で教えてください。こっそりね。こっそりね。はい、っていうか行こう、本当に。お、わかりました。もしだからお父様とかが東京に来る機会あったら、はい、ぜひお連れして。ここで重大告知がございます。あら、平野の父、うん、1月20日、お、なんと平野の父が東京に来ます。おお。ので、皆さん寂しい老人と一緒に連れてこう、マジで。しゅんちゃんって呼んであげてくださいね。しゅんいちくんと遊んであげてください。 OK です。なぎさんはもう絶対にこの収録では教えてくれないということなので、うん、あの皆さんしゅんちゃんが行くなら連れてくるよろしくお願いします。はい、というわけで、うん、はい、美味しいもの情報でしたね。はい、くそ、皆さんもね、あの私ちょっと調べるのが下手なんで、分かった人はあの私に連絡ください。調べたらすぐ分かるでしょうね。そんな珍しいもんコンセプト。そう、すぐ分かる。それではありがとうございました。はい、また来週。また来週。なぎさわしぶちと平野健介のワイド本気です。